激震ブラックハート。ゲーム史上界、かつて一人の女神により統治され、孤高なる国旗、高貴なる式。戦力差で勝てると思ってるの？ネプテューヌ、ブラウン、デール。何を？負けないんだから。その余裕が命取りになるからね。油断大敵。まったく、ノワールにも困ったものですわ。試してみる？でも後悔しないことね。私の本気見せちゃおっかな。女神の力見せて差し上げますわ。見せてあげるわ。行くわよ。覚悟もらった。さすがに真面目にやらないとまずいわよ。行きますわよ。一気に決めさせてもらいましょう。これがラステーションの女神の本気よ。さあ、こんなことは私が。主人公違う、脇役だからか。まあ、ざっとこんなものよ。ネプ、数の暴力だよ。ほら、言った通りじゃない。このままじゃ悔しいですが、引くしかありませんわね。ネプ、ここで私たちまで。恐れをなして逃げ帰ったわね。ま、わらわたちの軍勢に勝とうなど見通しが甘く。あれ、何か落ちてない？何かって、あれイスト、このまま置いておくわけにもいかない。了解よ。え、お願い。それじゃあラステーションに戻って。ついに長かった。すべての情報の世界。さて、みんな無事に戻ってきたわね。お、どうしたの？あの、ノワール様。何？あ、いえ、それじゃあ。え、ベスト割ったら一体何だったの？それにしてどんどん人が増えて、このまま世界に住むために。これでほとんどの都市がまさに最高潮って感じ。私は逆になんだか不安を覚えますけど。何よ、イストワール、完全無欠に。ノワールさ、こういう時ほど油断は禁物です。フライニク様、天地がひっくり返ってもそんなことないわ。あら、助けていただいたお礼のアドバイスだったんですけど。何言ってるのよ、そんな初歩的。おや、誰か来た。無償ってことはない。とりあえず誰もいないなら、せっかく久しぶりに。ええー、そうして。ありがとう。ですわ。お話って、ええー、明
らかにうさんくさ。いいわよ。うれ。え？ここのクレ。うん。ええー、とっても。そうですか。あなたみたいな人って珍しいわ。そんなことはありません。そうなの？そうですか？そんなことな。いえ、いいんです。私は絵の手。よろしく。ノワール様は。あ、嘘ですね。あ、だってそうね、褒め言葉として受け取っておきます。でもいえ、女神の治める都市を手に、それ信じてもらえないとしても。なるほど。大陸の中央にある山々。そんな古くからのもの。はい、ありがとう。エノ、あな、でも失敗。え、そのこと行くって、すべて。着いたのは、このシアクリスタルがどん、ある程度はね。ちゃんとは知らないわ。そうですか。実は、シアクリスタルには、地上、私だけが、ええ。それで、ネプテューヌた、その方法も伝承に、ええ。難しいもので、強く。はい。わかったわ。成功か。な、簡単な話ですわ、ノワール様。私のおかげって、それをお話しするには時間が足りま、ちょっと、ここシアクリスタルの光が弱くなってる。何が、街中にも、やるしか。一人でも暖かい。行くわよ。
外と開けないわね。私が一番。これって当然よね。外で何？はい。おう、おかげで少し休めたわ。ええ、やっぱり。おう、それで、ええ、この世界の女神や武将たちは自分の都市の人が無意識に生み出すシェア、そのシェアを管理し、世界の状況。そうね。